さあ試合はこの後第2ラウンドへと向かいます。かなりペースつかまれてたのにあそこからポンといけるのはやっぱただ問題ですよ、ナショル選手の身体能力は。あと佐藤君ともいい試合やったよね。そうなんですよ、結構きつかったですからね。はい、クラッシュで対戦がありました、去年の8月ですかね、はい、さあ第2ラウンドが始まっています。第1ラウンドはポイントで取りました、優勢に立ちました、ナショル。ただまたこのクラウスがプレッシャーをかけてきます。前へ出てきます。あ、体勢を入れ替える。この間話したんですけど、ナショル選手は身長低いじゃないですか、はい、でも普段の通常体重ね、僕よりあるんですよね。そうですか、はい、だから体の力も全然負けないと思いますね。はい、クラウスとは7センチの身長差があります。こういう下がるタイプだから一見圧力なさそうですけど、ナショル選手ね、体の力すごい強いんですよ。ほほー、あるんですね。当然ながら佐藤さん、ナシロ、あーっと右のハイキックが出ました。ナシロパンチ力もあるわけですか。そうですね、あの僕が面食らったのは右のジャブでしたね。右ジャブ、ガードの間からうまくね、はい、ポン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 入れられて、はい、目腫れましたから。ほほー、あー、クロス右前に出てきます。ただ谷川さん、やはりこのラウンドもあクロスが右、はい、返していく。プレッシャーかけてきますね。そうですね、きついと思いますよね。はい、あ、また右が良かったですね。そうですね、ナシロ君も先ほどナシロ右入りました、はい、ボディブロー組みついていきます。左から右、あーっと右返しました。右はいいですね、はい、ナシロの右が時折このクラウスの画面を捉えます。ナシロ選手多分あの右利きのサウスポーなんですよ、はい、だから右のパンチはすごい器用に使えるんですよね。はは、膝を使います。ブラウスに対しては一撃を狙いつつしっかり作戦を考えて臨むと語っていました、ナシロユージ。下馬評では誰もがクラウスと予想するでしょう、ただ僕はその予想をひっくり返したいんですと語っていました、ナシロユージです。ローキックを出します、クラウス。クラウスの圧力が、ね、若干弱まりました、ね、弱まってきましたか。さあボディからまたクラス前に出る。少しずつナシロ選手が距離取れるようになったんですよね。前に出てますね、はい、これだとあの遠目からもね、あの思い切ったパンチとか当たりやすくなりますよ。そうですか。さあ元世界チャンピオン、初代世界王者を追い詰めるか、ナシロユージ。確かに本当に右がいいですね、使い方がね。時折ナシロの右のパンチがクラウスを捉えます。1ラウンド目より弱くなってますね、プレッシャー。はい、まあ、しかしそれでも前に出てきます、クラウス。まだ効いてるんじゃないですかね、はい、これこの前攻撃怖いですよ、ナシロ選手。はい、左入った、ナシロのパンチの連打。さあ後ろに下がってきます、クラウスが後ろに下がる。体勢を入れ替えました、ここでゴング。第2ラウンドが終了です。さあ第2ラウンド、谷川さん、少しクラウスの圧力が弱まってきましたかね。そうですね、まあ、これはイーブンじゃないかな。まあ、クラスだけどアグレッシブさはすごくすごいですよ、やっぱり。やはり前に出てくる姿勢というのは変わりません、クラスです。オープンスコアリングシステム第2ラウンドはジャッジ3名とも10対10イーブンをつけました。佐藤さんは2ラウンドどうご覧になりますか。2ラウンド目で、あの1ラウンド目よりあのクラスの圧力が弱まったんで、ナショル選手がちょっとずつ距離取れるようになったんですよね。3ラウンド目これでさらにクラスが消耗したら、ナショル選手ポイント取れちゃうかもしれないですね。はい、個人的にはね、僕クラスはライバルだと思ってるんで、個人的には負けるなよっていう気持ちを持ってますよ、クラスに、はい、まあ、共に戦ってきた戦友ですからね、はい、マックスの創世期から活躍する初代チャンピオン、初代世界チャンピオンのアルバート・クラウス。どうなるか分からないですね、まあ、だから格闘技は本当に。そうですね、ファイナルラウンドスタートです。31歳になったアルバート・クラウス。ナシロは強いし侮れないファイター、このトーナメントに弱い選手は一人もいないと語っている。左のパンチ、顎が上がりました、クラウスです。クラウスの顎が上がった、そして今度は左のハイキック。距離取らせるともうナシロ選手うまくなりますよね。あ、左ハイパンチから左のハイがよく出ます、ナシロです。追い詰めていきます。クラウスは、ね、倒したいところですからね、はい、そして右のボディが出ます、クラウス。
みついていきました。日本のために、日本を元気づけるために、今回はこの日本トーナメントに参戦となりました。初の日本トーナメント出場、アルバート・クラウス。さあ前出る、あ右、クラウスの右です。さあそしてボディ、佐藤さん、両者のスタミナどうですか。あ、お互い苦しいですよ。苦しいですね。ラッシュル選手もかなり体力消耗してますね。消耗してますか、ラッシュル選手。右フック当たりそうだな。ワンツー右フック、ワンツー右フック。ラッシュル選手ね、3発目ぐらいが当たりそうなんですよね、はい、その3発目を当てるためにはどうすればいいですかね。まあ、もうがむしゃらに行ってもいいかもしれないですよ。あはさあクラスを前に出る右ボディ、打ち合いになります。さあ接近戦、ラッシュル選手がワンツーの時クラス返してくるんですよ、はい、でそれでカウンターで右フック当たりそうなんですよ。なるほど、そうそう、タイミング合ってきてますからね。クラスが前に出る、左のパンチ追いかけます。右左、クラウスの連打。クラウスのパンチ良かった。はい、良かったですね。右から左と出ました。右の範囲はナシロです。左から右ワンツー出ました。ワンツーから連打。ナシロの連打。クラウスもアッパー連発。右アッパー連発です。クラウス右のアッパー、さあ前出ます。左のハイキックナシロ。左から右クラウス。世界王者の意地、どっちか分かんないですねこれ、さあ第3ラウンド、これがファイナルです。首を抱えて膝、踏みつきがありました。私はファイターだからどこでも戦いますと語っていましたアルバート・クラウス。右のパンチ、ナシロ君も手が出てますからね。はい、最後の1秒は目離せないですよ。さあ残り10秒、おー取ったナシロ、左ハイキック、クラウスが倒れた。さあ立ち上がったクラウス、残り時間がほとんどありません。10秒を切っています。ファイナルラウンド、ここでゴッグ、勝負は判定決着。ニコニコ生放送のコメントもおーという声がたくさん届いています。白拳を突き上げる佐藤さん、最後ハイキック、最後すごいですね。ラッソル選手ハイキックすごい得意なんですよ。あの山内優太郎っていうすごい強い選手にも1ラウンドで KO 勝ちしたりして、はい、あ必殺のハイキック入りましたね最後。そうですね、いやもうこれぞ K1 ですね。いや谷川さん、ラッソルも苦しい戦いでしたけども、集中力が最後まで維持しましたよ ね、 そうですね。だけど今回のトーナメントの中で一番クラス勝つ可能性あったのがもしかしたらナシロ君だったかもしれないですね。僕はあのパンフレットでも書いてたんですけど、はい、変則的ですもんね、やりにくいタイプですよね。なるほど、技のキレがすごいですね。さあそれでは判定が発表となります。ナシロユウジが世界王者クラウスを下した。これは番狂わせ、番狂わせですね。世界王者がここで姿を消しました。準々決勝、この結果日本の田代雄二が準決勝に進出です。いや谷川さん、試合前には優勝候補クラウスとおっしゃってましたけども、まさかの結果ですね。まさかの結果ですね。いや田代君これ褒めるべきですね。はい、佐藤さん、やはりこれは勝った梨郎を称えるべきですかね。はい、そうですね、あの1ラウンド目の猛攻をしのいで最後にストレート効かせて、その後ね、クラウスがプレッシャー弱くなったじゃないですか。もうそれがもう勝因ですね、すごかった。いや、分かんなくなった、これどうなんですか。そうですね、はい、早くも日本トーナメント大金星です。大金星を挙げました梨郎雄二。そしてこの勝利によりまして日本トーナメントは大混戦の予感にいっぱいです。ありがとなクラウス人生の絶頂だな、パチ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 、みんな強くなってるな、よくやった、だいぶ消耗したで、クラウスありがとう、たくさんのコメントをいただきました。ニコニコ生放送でお届けしています日本トーナメント準々決勝、梨郎雄二が
世界王者マックスの初代世界王者アルバート・クラウスを判定で下したい戦でした。